あ、ここ。はい、続いて。あの列車が通った踏切、本当はあの左に行くつもりだったんですけど右に行ってしまったんですけど、本当はここのパーキングがあって、いくらだ？じゃ今の時間帯は40分110円、はい、で8時過ぎたら60分が行きますか。安いですね。学生するんですね。あ、ここ お客さん結構スペアリーグとかヒリカツ、はい、やってきました。はい、やってきました。どうですか？ね、自分もまだあんまり分かんないんですけど、今日はね、あ、こっち Google マップにも載ってない、まあ載ってないよね、調べたけど、まあ、多分違う、なんかね、なんか隠れ家的なね、ご飯屋さんといいますかね、あるって聞いたんで、ちょっと今、来てるんですけども、なんかね、確かに結構周りとかの住宅地で、なかなかちょっとね迷っちゃったりしたんですけど、まあ無事着くことができました。こちらがね、3スプラッカー、DVD とか、2軒目です。沼る、はい、お友達がこの辺にたくさんいたとかいうわけでもなくても、あ、まあ地元ですけど、まあ、そうなんですね。それいいですね、地元でみんなが楽しく飲めよ。システムちょっと聞いてみてください。そうですね、ちょっとどんな感じですか。あ、さあどんな感じでよく頼まれるんですか、お客さんは。こんな感じ、まあ、好きなものを飲んで、はいはい、この辺が名物なんや。あ、赤字が、赤字の名物。まあ、値段もリーズナブル。そうですよ、安くなってるんですけど。ちょっと、何品か、おすすめをちょっと、おすすめいただいて。肝とスペアリブと入れかす。そうですね。これはちょっと、うちの釜麺。ああ、じゃあ、そうですね。あ、そう、チャージとかってあるんですか？いや、ないですか？この付け出し200円。ああ、なるほど。このメカブの投資ですね。わかりますよね。あ、今日はちょっと。はい、続いて。なんかお肉の味感がすごい強い。美味しそう。
ごめんなさい、すみません。このサンっていうお店の GKF ってなんて何なんですか。あ、これこれサンってなんか どこミカド。あこれそうっすね。あ、柔らかい。そもそもフラットなんか仕事帰りによって前から気持ちになってる。そうそう。でもだいぶ変わりましたよね。あの関西高校があの少なくなって、あのちっちゃく入ね、交番もなんか移動して。あそこの交番店。これはフリップの知らないと思う。どうぞ。フリップの。あ、あれ結構珍しい。イリカスっていう。イリカスって何なんだ。そんな感じわかんないけど初めて。なんかちょっとおつまみ感が強い。つまみ、石が商店。商店、なかなか置いてるお店も少ないですよね。初めて行ってますね。広島で戦時カスってのはカスうどんとかの、あこの辺のソウル、あこの辺が、この辺、あこの三河というかあたり、おお、あでも、あいいですね、火は引いていいですね。うん、パリッパリサクサク、パリッパリサクサクですね。あ、すごいカレーが入ってますね。カレーが入ってますね。これそういうことかという。これ中にカレーのルーとか、おいしいですね。お父さん、どんなことやりたいですか、もしあれだったら。最近ゲーム実況にハマってます。あ、ゲームハマってんですか。なんかさっきあの会計ですって言われてびっくりしました。あれだけ飲んで食べてね、ワイワイ楽しく3000円、1人1500円。1500円え、途中唐揚げとか出てきたけど、あれもう サービスね、なんかたまにみんなにやるんじゃみたいな。そうそうそう、サービス。いやちょっとまた行きたいですね、ほんとに。まあぜひなんかね、すごいあの自分思ったのはもう学生とかね、多分来てもいいし、あとね転勤でこっちに飛ばされて岡山一人ですみたいな人おったら、もうねここみんなね、なんか絡みやすくてファミリーみたいな感じ。うん、ぜひなんかここに来たらなんかすごいね家族が増えたような感じでいけると思う。